バラシュコーチェは、東部スロバキア、プレショー県、フメンネ軍の軍区。国防省、カメニツァなど地露法軍事演習場を有する、軍区で、フメンネ市東方 20km のビホルラトス系、山中に位置する。旧バラシュコーチェ村は17世紀に開拓された村で、1635年に、ブラスコフとして文献に、初めて登場する。長らく林業や麦の栽培が行われ、 ハンガリー王国時代末期の1910年現在、人口は249人。そのほとんどは、スロバキア人だった。チェコスロバキア共和国成立後は、ゼムプリーン県に属した。チェコスロバキア第一共和国政府によって1933年に、軍事演習場が設けられた後、1937年に、村域全体が、政府に接収されて、軍区化され、 村民49世帯が集団離村。一部は、麓の不面霊市内に移住した。村時代の建物は、軍区化後にすべて解体撤去されたが、1837年建築の聖ペトロパウロ教会は、旧村民の駒子孫の手で1997年末に再建された。ありがとうございます。